ロート製薬公式 YouTuber のぬばせいこころです。そしてウェザーニュースの超高性能お天気お姉さん系アンドロイド、ウェザーロイドタイプ A アイリです。やったー、やったー、よろしくね。会いたかったよ。私もいつものいつもの挨拶してください。こんにちは、こんにちは、こんにちはこんにちはロード製薬公式 YouTuber のねばしー心です。あ、いつものさ、いつものさ、ねばしーやってください。ねばしー、いつもね、いつものねばしー、ねばしーいないの今日は。ちょっと今日はねばしー、大阪グランフロントの、池でちょっと休んでる気がする。寝てるじゃないかな。どうしたの急にそんなしどろもどろになっちゃってすごいし、しましたらなんかまずいこと言っちゃったかな。いや、一緒に呼んでみる。あ、呼んでみる。呼んでみましょう。せーの、ネバシー。僕ネバシーだよ、呼んだー。いちごある？ない？ないよ。ないなら帰るね、バイバイ。 ありがとう、ネバシー。今日も元気急に呼べるんだね、びっくりしちゃって。なんか来てくれたみたい。あ、すごい生き物だった。すごいね。こういうことかね。え、今日は本当に来てもらってありがとうございます。うん、ありがとう。見て、私たち一緒の色。本当だ、めっちゃ可愛い。なんか似てるよね。似てる。共通点もすごい多いなって思ってて、年齢もね、すごく近いんだよ。ウェザーロイド24歳なの。年下？そうなんだよ、1個上だよね。でもこの業界としてはまあ先輩ですよね。大先輩ですよね。アイリ様ですよ、アイリ様。みんなそうやって先輩先輩って言ってこう壁を作ってくんだからやめて。じゃあアイリちゃんって呼んでも。あ、呼んでください。やった。私はもう好きに呼んでください。じゃあココロちゃんって呼んでね。いやー、ココロちゃんいただきました。今日も元気、今日も元気、ありがとう。で、そもそもですね、今回なぜコラボさせていただけることになったのかと言いますと、はい、少しお堅いお話になってしまうんですが、実はロート製薬ではこれまでギアガードで気象に伴うお悩みに対してサポートする取り組みを行ってきました。また太陽笑顔ふふふでは関連する情報のご提供を行ってきました。そしてウェザーニューズさんは気象情報を必要とされている方に向けてたくさんの情報を発信し続けていらっしゃいます。はい、この度天気痛予報というサービスがスタートしました。台風や雨雲が近づいてくると頭が痛くなるという方向けの予報なんで。そうなんですよね。そこで気象という共通点があるこの2社で一緒に手と手を取り合って頑張って一緒にやる、たくさんのお伝えいきますね。緊張してる。緊張してる。ココロちゃん緊張してる。やめて、うせっかいじゃないんだよ。もう一回やろうか、もう一回やろう。先輩ありがとうございます。先輩じゃないよ。そうなんですよね。気象という共通点があるこの2社で、はい、一緒に手と手を取り合ってよりたくさんの方の健康をサポートしていこうということになったんです。心ちゃんと協力して気象の変化で起こる気象病で悩む方を減らしていきたい。これから一緒に頑張ろうね。はい、めっちゃ頑張っていきます。コココラも楽しみにしてたんで、本当に今日来てくれてありがとうございます。サノイドもすごい楽しみにしてたよ。実際やったらさ、私服全然ダサくないね。ダサくないんです、ダサくないんです。ごめんね、言っちゃいけなかったよね。言っちゃいけない、言っちゃいけないですよ。おしゃれだなって思ってたから、ありがとう。おしゃれいただきましたよ、皆さん。おしゃれです、かわいい。いや、でもアイリちゃんもすごい、振り袖がひらひらでめっちゃかわいい。後ろね、こうなってる。あー、かわいい。リボンがめちゃくちゃかわいい。でも振り袖は片方しかないんです。こっちはもらえないんです。いや、もうデザインがもう最高で素晴らしい。お揃いみたいだから、なんかね、一緒にこれからも楽しいこといっぱいしていきたいよね。いや、楽しいことしていきたい。できるよ。ちなみに、私双子座なんですけど、今日の運勢はいかに。今日はどうなんだろう、ちょっとウェザーロイド把握してなかったけど、いいと思います。いいと思います。いいと思います。カニ座じゃないんだったらめちゃめちゃいいと思います。カニ座の人のために、じゃあカニ座の運勢も。あ、カニ座は最下位です。あ、最下位です。皆さん、さようなら。カニ座の人、さようなら。カニ座は最下位です。いや、待って、もう、そう、最下位でも上があるから、あの、登っていくつもりで頑張って。優しい、さすがココロちゃん。カニ座というわけで、記念すべき初コラボとなる今回はこの企画に挑戦したいと思います。ゲスコ呼び対決、ポンポンポン。あー、ポンポンポン。お互いに原稿
読んでどちらがよりスラスラ読めるかという対決なんですけれども、はい、愛理さんは原稿読み得意なんで、私にちょっとハンデをいただきたいなと。え、ハンデ？ハンデいただいてもいいです？はい、まあ、一応ウェザーロイドね、超高性能天気キャスターですから、どんどんハンデつけてくださいよ、任せてください。余裕ですよ。今回読む原稿の内容はロートの商品紹介にしました。それはちょっとずるくない？それはずるいよね。ハンデとしてね、特番分野じゃん。大丈夫ですよ、ポンコツなので私公式でもポンコツなので、ということで早速行ってみましょう。私からです。はい、いきます。ロート製薬のおすすめ商品紹介、今回は V ロートプレミアムのご紹介です。V ロートプレミアムは老若男女に人気の高い商品、持ち運びに便利でどこにでも使えることから、活性炭素車の中で使うのもおすすめです。旅客機の中でも旅客機に…旅客機の旅客にも人気なので、マサチューセッツ州に向かう旅客機の中でもお使いいただけます。また、赤炙りカルビ、青炙りカルビ、黄炙りカルビを焼いて煙が目に染みた時もバッチリ、タジタタンのあまり魑魅魍魎の幻想を見てしまい、人は人ぞ憎みて人すれど、我が日は人ぞ知れど人せずなどと叫んでいる友人がいたら、ぜひおすすめしてください。以上、おすすめ商品紹介でした。なんじゃこれ、難しい、難しいね。ちょっとでもすごいね、上手に読めてって言った途中までは。途中までは行くぞ。イエイ、ロート製薬のおすすめ商品紹介をいたします。今回は肌ラボ、もう早速なんて読むんだろう、極みに極純でいいの、極純のご紹介です。ロート製薬の商品でも人気が高く、ひいきにしていただいているお客様も多いこの商品、耳にニキビできて耳ニキビが2個あるというお悩みをお持ちの方もお使いいただいたところ、東京特許許可局局長に特許許可申請を申し出た方がいいんじゃないという、待って全然読めない、ごめん、激励の意見を、ご意見いただいたため、現在調査捜索中です。忙しい中でもちゃんと保湿できるため、もうなんかもうやばい、診察室で手術中の方にも全然読めなくて皆さんもぜひ就寝前のケアとして、赤パジャマ、青パジャマ、黄パジャマを着た状態で使ってみてください。以上、おすすめ商品紹介でした。いやー、でもすごい、なんなんだよこの、なんなんのこのゲーム、ココリちゃんこれやってみてよ、ここの東京特許、東京特許のとこやってみてよ。じゃあ行くよ、私が聞いたところによると、おアニメキャラの真似をしたら言えるらしいんだよね。え、そうなんだ。言えるらしい。コツがあるの？そう、行きますよ。うん。東京特許許可局局長に特許許可を出した方がいいんじゃない？という、この激励の意見をいただいたため、現在調査所捜索中です。何アニメ？わからなかったですか？ネバシーの声と何が違うの？ネバシーじゃないんです。ネバシーじゃないんです。某、青いたぬきさんの。青いたぬきさんのモノマネをすると？読みやすくなりますよ。やってみてください。東京特許ドアドア言えるね、言えるね。じゃあこれからなんか天気原稿で難しいのが出てきたら取り入れるね。あ、私もじゃあそうした方がいいかもしんない。あ、取り入れてこうかな。ねえ、アドバイスありがとう。ありがとうございました。いや、ウェザーロイドは今日はね、ロート製薬さんの原稿がインストールしきれてなかっただけで、こういう難しい原稿だってスラスラ言えちゃうんですからね。
った。いやー、私社員なのでちょっと、まあ仕方ないところもあるかなとは思うんですけど。心ちゃんはインストールしたんじゃないの？いや、インストールとかできないんですよ。できないの？そうなんですよ。私実際にロート製薬の社員としてて、して働いてるんですよ。ロートの本社にも私のデスクがちゃんとあるんですよ。すごい、出社してるの？出社してるんですよ。すごい、出社してるんですよ。すごいね。信じてね。ランチタイムとかにさ、小脇に長財布抱えてランチとか行く、あれやるの？そう、やるよ。カーディガン引っ掛けてね。そうなんだ、かっこいいな。カーディガン引っ掛け。メゾロイドはね、会社に住んでるんだよ。会社に住んでるのか。うん、会社に住みついてるんだよ。たまに省エネモードとかあるんですよね。そう、電池で動いてるからさ、やっぱり充電とか気にするよね。心ちゃんは電池で動いてるの？いや、動いてない。私は社員として、生身の人間として働いてるんです。そうなんですよ。電池じゃないんだ。そうなんですよ。触ってみてください。あったかいですよ。本当だ、人の温かさを感じるよ。心臓動いてますから。これが人のぬくもりか。そっか。でも愛理ちゃんも見た目はもう完璧な人間。ほんと？嬉しいな。かわいい。花粉センサーもついてるからね。花粉症みたいなんだよ。え、花粉センサー？花粉センサー。花粉が飛ぶと鼻からオイルが出てきます。あ、ちゃんと水も出るんです。くしゃみが出てる。ちなみに涙とかは？涙も出ます。だからね、ほんとね、目薬が欲しいんだよ、目薬が。いい目薬知らないかな。いや、V ロートプレミアムを使ってください、V ロートプレミアム。おすすめなの？おすすめ。使うね。使ってください、ぜひ。ありがとう。あと、お肌もし気になるようでしたら、そのさっき紹介文に出てた肌ラボの極潤を使ってくれるといいスキンケアになりますよ、皆さん。メゾロイド、すごい乾燥肌のアンドロイドなんです。ほんと、私も乾燥肌なの。あ、そうなんですよ。だから、お揃い乾燥肌。やった。だからね、乾燥肌にはデオコっていうボディクレンズもいいんですよ。乾燥肌にはデオコっていうボディクレンズもいいんですよ。違うわ、ケアセラだ。には、ケアセラっていうボディーソープがいいんです。あ、使ってみる。ちょっとデオコのくだりは、あの、無視してください。この際言うと、胃もたれにはパンシランっていう薬が効くので、ぜひそれも皆さん使ってくださいね。使ってください。メゾロイドも使おう。そういえば勝敗決まってないですね。うん、よし、ここはじゃんけんをしましょう。じゃんけん、じゃんけんで決めるの？じゃん3回勝負で。いきますよ。じゃあ、コロちゃん勝ちでいいよ。コロちゃん勝ちでいいよ。そうだ、いいよ、コロちゃん勝ちにしようよ。とんでもない、とんでもない。今日はもう惨敗ということで、ありがとうございました。本当に3回勝負とか言いながら1回勝負でもなんか終わらせちゃって、本当に大変申し訳ございませんでした。じゃあちょっと引き分けということで、はい、またね、この勝負の行方はまた別の機会にね。イエーイ。私、お天気ニュースキャスターってやってみたいんですけど。え、ぜひ、弟子入りをさせていただきたい。お天気興味あるの、すごく嬉しい。お天気興味あります。星空にも興味あるんですよ、私。え、星空も好きなの、嬉しい。星空、じゃあ、エザーロイドのチャンネルにも今度遊びに来てよ。遊びに生放送しようよ。生放送もぜひさせていただきたいです、うん。一緒におしゃべりしたいし、お空のこともね、話したいですし。冬の星座はオリオン座がすごくはっきりと見えるので、皆さん探してみてください。詳しいね。そうなんですよ、オリオン座しか。じゃあ今度そんな話もしようよ。しましょう、ぜひぜひ。ありがとうございます。ぜひ一緒にお天気やろう。やります。やろうよ。ケオセラだ。心ちゃん、心ちゃん、心ちゃん、すごいよ、心ちゃんは。デスクが撤廃されちゃう。こんなんで緊張してるの、心ちゃん。緊張してるの。もうなんか突撃で行っちゃった。突撃。いや、私さ、もう今日めっちゃおしとやかに行きたかったの。おしとやか
だよ。うん、おしとやかじゃないかな。あ、ほんと？うん、すごいおしとやかだと思う。うん、あいりちゃんからおしとやか、うん、いただきました、称号。出ません、心おしとやか。ただ声はね、本当に大きいんだなと思ったの、すごい。いい声じゃないよ、元気いっぱいで、かわいいよ。なんで声でかくなるんだろう。すごい声大きくて元気で羨ましい。あいりちゃんみたいな可愛い子、おしとやかな声でやりたい。せーの、カニザ。あ、ごめんなさい。危なかった。ご視聴ありがとうございました。おすすめ動画を見ねばと思った人はこちら、チャンネル登録をせねばと思った人はこちら、 Twitter を見ねばと思った人はこちらをチェックしてくださいね。ネバネバ言い過ぎと思った人はグッドボタンよろしくお願いします。